アロハ、どうも DJ サマライズです。今日もガチャ回していきたいと思います。このカウントダウンガチャ、前回はね、タクティクスやってきて、モンブランのバーストが出たんですけど、それとあとノーマルガチャでなんとビビちゃんが1000円で、それと結構打ち上がったんですけど、今回シリーズハッピーガチャ、ちょっと被らなければ、特に欲しいのって特にちょっとそこまでないんですけど、ちょっとどうすかね。モクティス結構揃ってんですけど、まあ、ちょっとこんな感じでちょっと使えそうなキャラだとこれなんですけど、イリスも回復はイリスで超絶バースト持ちなんですけど、これで十分だと思うんですけど、なんかレジェンダーとかも欲しいですね。モクティスは奥義ファースト戦に超絶持ってくるんで、十分かなと。あとまあレジェンダーも持ってるんで、プロンプトもね、あの手がクリスマスからレジェンダー持ってて、あ、超絶持ってた、ゲットしてたんで超絶持ってましたね。まずチェイン持ちなんで、まあ、今後まだ全然プロンプト実は実戦で全然使ってないんですよね。まあ、雷の魔石、あの水魔石ですね、スタメンでやってる時に結構僕魔法パーティー強いんで、あのシャンテットをしかチェーンやって、ここでチェーンやって、トットでダブルで、まあ、ドライブダブルで、攻撃のチェーンもトットでやってるんで、であとはガーネットしながら攻撃をしてみたいな。あとソラーで魔法攻撃やったんですけど、最近ガネのチェーンゲットできたんで、もうガネでチェーンやって、じゃガネも結構忙しいやつなんですけど、あとトットはもう完全にマグアビダブルで攻撃するんですけど、ハロウィンはね、魔法ダブルをミラーガチクシンセイは魔法パーティー作ったんですけど、これ魔石上のフロントが別に切れのチェーンを担当で頑張ってしまうと思うんですけど、そういう意味でもね、そろそろ実践するために色々使っていきたいなっていうのは、フランスよりも全然頑張ってないですね。このレベル90ってどれぐらいですかね。レベルも90ってなっているので、よく考えると、ちょっと99がないですね。マジアレベルとかなかった時代だから、あえて99にしてなかったんですよね。そういう人多分いるんじゃないかなと思うんですけど、必殺技と手に入れた時に、まあ、習得させるために経験値ももったいないんでっていうのがあったんですけど、今はまあ、レベル99にして、バンってしたいところなんですけど、グローエッグが全然持ってないんでできないっていうのもあるんですよね。で、イグニスは超絶のみですね。実際のところやっぱ炎パーティーだと炎結構いっぱい揃ってるんで、物理パーティーでもイグニスはレギュラースタメンにはなれないとは思うんですよね。っていうので、なんですかね、欲しいのっていうと、なんか特に15話、なんかこのパーティーの他のメンバーなんですけど、15話と、まだね、何も持ってないですね。まあ、どうなると、グラディオスの何かを超絶とか手に入ったらいいかなっていうのはありますね。あとは、フロントとイリスのモクティスに持っているものが出たスクエアスクエアスアップ上がっていきたいと思いますけど、ナイトメアも15話もうそこそこで行ってたと思いますけど、これくらい行ってたかな、2ぐらいはクリアしてるんじゃないかと思うんですよね。してなかった15、2はチャレンジしてるけど倒せてないみたいな。
撃破できるように強化したいですね。この時って一応このメンバーでパーティーなんですけど、まあグラディオスは、まあ、戦闘には実戦にはまだね使えないんで、ここを確か回復役でユーナとか入れてたと思うんですよね。確かに。そんな感じで、じゃあちょっとシリーズ発表、ちょっとアタッカー強化したいっすね。まあ、被りじゃなければジェムです。お、もちろんです。なんかちょっと開きます。お、これ預けましょう。ちょっとアクセサリー問題あります。あ、これは使ってないな。すいません、じゃあちょっとガチャ、シールガチャちょっと入れましょうか。食べましょう。お願いします。ミラボ聞きたいっすね。ミラボ、ミラボ出るとやっぱテンション上がるんで。よいしょ、いいことか言えない。あ、でもミラボ来た。うわ、嬉しい。かぶりじゃないので、かぶりじゃないのでお願いします。怖いっすね、ほら欲しいのがないから。でもちょっとどうなんだろう、かぶらなければってなって。マジっすか。うわ、かぶりだな。これここでこれがかぶりか。かぶりきついっすね。しかも右に進み使わないから、ね、しかもこれやっぱないっすね。まあまあまあ、今回はちょっと渋かったっすね。ミラボ出たのにな。まさかのかぶりってことで、今回の115ガチャはこんな感じで終了です。ご視聴ありがとうございます。また次回もお楽しみください。ありがとうございました。ゲストライブでした。ありがとうございます。